ちょっと警戒してますね。やっぱり食いつきですね。仲良く暮らしてるんですけどね。手に伝わってくる振動がすごいですね、これ。どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。今日はですね、前回紹介したこちらのビーツ三高さんのベジドロップっていうシリーズなんですけど、こちらとベジドロップと同じシリーズの他の味を今日もですね試してみたいと思います。こらこらこら、はい、今日はこちらですね、ベジドロップのパセリタンポポ。このビタミン C 豊富で、なおかつミネラルもたくさん入ってる。香りも良くて食いつけも良さそうだなと思って買ってきました。ちょっとおいで。まあ、形とかですね、大きさは前回と一緒だと思うんですけど、これから開けてみます。ちょっとあれですね、見た目はチモシーブロックをこのクローバーっぽい形にね、作ったような見た目ですね。香りでやっぱりですね、差が出ると思いますね。香りがチモシーとはまた違って、タンポポ、パセリの匂いはあんまり感じないんですけど、タンポポの香りは結構するような気がしますね。はい、どうぞ。マルキチ君、昨日と続いてやっぱり控えめな食べ方してますね。あら、マルキチ君ちょっと飽きちゃった？ちょっと珍しいですね。マルキチ君はあんまり食べなかった。あんまり合わなかったかな。ちょっと最初ですからね、匂いが、なんか普段、嗅ぎ慣れてない匂いだな、ちょっと警戒してますね。ということで、かじった。お、スイッチが入ったかな？お、いい音させて、ね。いい顔して食べてるね。でも昨日のビーツと一緒で、こうペロペロ舐めてますね。どうしたんだろう。丸吉くんだけなんか、ね、こうやってペロペロ舐めて、硬くてびっくりしたのかな。ちょっとですね、今はあんまり食べる気分じゃなかったみたいでですね、ケージに戻りたそうにしてるんでですね、戻ってもらって、一休みして、また、ね、ケージの中で食べてもらいたいと思います。次はももちゃんですね。はい、それでは続いてももちゃんの番ですね。お、すごい、やっぱりいい食いつきですね。それでもっても一口でですね、バキッと。よくこんなね、硬いものをかじって歯が折れないなって感心するぐらいですね。やっぱ人間とは全然歯の作りとか違うんでしょうね。すごい、もう4分の1ぐらい食べましたね。それじゃあ半分近く、まあ、まだまだですけど、3分の1くらいかな、食べたんで、次、どうした。次、ココアちゃんにバトンタッチして、ね、食べっぷりどっちがいいのか、見比べてみようかなと思います。はい、それでは続いてココアちゃんですね。
どしっと構えて、ね、出てくるの待ってますね。はい、どうぞ。こっちじゃないよ。ああ。いいですね。食べるのも早い。ココアちゃんですね、どちらかというと自己中心的な性格なんですよね。で、性格が似てるのが小雪ちゃん。もともとはですね、同じケージに暮らしてたんですけど、その自己中二人がですね、一緒に暮らしてるとちょっとトラブルが多いなというので、ね、おっとり系のね、ももちゃんとマロンちゃんがちょうどそういう性格だったので、今ペアにしてうまく、ね、仲良く暮らしてるんですけどね。ゆくゆくはですね、食べる餌の量とかですね、管理がしやすいようにですね、ケージは一つずつですね、5個用意して、それぞれですね分けてね暮らしたいんですけど。おい、こらこらこら。で、話してたらもうあっという間にこんだけちっちゃくなりました。すごい、こんだけですね、ちょうどハートの形に、うん、満足したかな。それじゃあ続いて小雪ちゃんの番ですね。それじゃあ続いて小雪ちゃんですね。はい、どうぞ。で、早速ね、いい感じでいいペースで食べてくれてる小雪ちゃんですね。ちょっとガサガサ音がするのがですね、今他の子たちがですね、ケージに戻って食べてるんですよ。だからこれも手であげて、飽きたら、最初だけ手であげて、飽きたらケージに戻してあげてですね。で、マイペースにマイペースに、このね、ストレス解消、歯の伸びすぎ防止で、あと、もちろん栄養補給もできるので、そういう意味でですね、与えてあげるといいかなと思います。まあ、手であげてですね、最後まで食べるんであればですね、時間があるときにゆっくりとこうやって可愛がってあげて、スキンシップ取りながら食べさせてあげたらいいと思います。すごい早いね。ん？ちょっと満足した？満足したか。ちょっと眠そうだな、鳴き方がね。ほら、もう食べない？食べないか。あ、やっぱり他の子の匂いがするから落ち着かないみたいですね。ああ、危ない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 。子供の時はすごい、ね、姉妹みんなで寄り添ってですね、暖を取るっていうか、ね、おしくらまんじゅうみたいに集まってね、あったかく過ごしてたんですけどね、やっぱり大人になると自立心っていうか、縄張り意識が芽生えてこういう感じになっちゃうんですね。あ、でも落ち着きましたね。一時的に興奮してただけかな。あ、今日はあんま泣かないね。それじゃあリラックスしたところでね、動かすのもあれなんですけど、最後のマロンちゃんにバトンタッチですね。ね、最後のマロンちゃんですね。はい、どうぞ。
えめな食べ方ですね。それでもしっかりと着実に食べてくれてますね。歯が削れてるかどうかまでわからないですけど、こうね、ただ持ってるだけに見えると思うんですけど、手に伝わってくる振動がすごいですね、これ。おー、すごい。結構力入れてね、こう、ぐっと、こういう風に噛まれた時に、結構力強く持ってないと持ってかれそうになりますね。まあ、それでも、ね、いいんですけど、やっぱり固定してた、あげた方が食べやすいと思いますね。美味しそうに食べてくれて嬉しいね。結構ですね、いろんなものに興味示すから、ね、気になって仕方ないですね。まだちょっと片付けてないハロウィンのかぼちゃに興味があるみたいですね。まあ、ひとまずはですね、みんなよく食べてくれた方だと思います。よしよし。やっぱりビタミン C とかもですね、抵抗力の工場とかにもですね、役に立つっていう話も聞いたことがあるので、まあ、こういうね、寒い時期とかですね、うさぎの中でも結構ですね、まあゼロではないと思うんですよね、ウイルスとかですね、そういうものに対抗する抵抗力っていうのは必要になってくると思いますので、まあ、過去にチラッと出たことあると思うんですけど、ビタミン C のサプリメントとかもあるので、まあ集中的にですね、与えたい摂取させてあげたい栄養素があったらサプリメントをですね、まずあげるのもいいかもしれないですね。はい、ということでですね、今日はベジドロップのパセリタンポポ、このすごくですね、上品ないい香りがするんですけど、ウサギたちのですね、まあ歯の伸びすぎ予防ですね、あとは栄養補給にかなりですね効果高いと思いますので、興味のある方はですね、ペットショップとかホームセンターに立ち寄った時にですね、探してみてください。もしなかなか見つからなかったら、掲載があったらですね、Amazon とかのリンクも載せておこうと思いますので、概要欄見てくださいね。ということでですね、まあ2回続けて、ちょっとこのベジドロップシリーズ試してみたんですけど、本当にすごい硬くてですね、うさぎの歯の健康のためにですね、心配、なことですね、いろいろあると思うんですけど、それをですね、少しでも、ね、不安を解消できるなって感じたのが一番ですね。あとはもう味も美味しいんでしょうね。食いつきも抜群ですから、ね、今後も、ね、見つけたら買いたいなと思います。はい、ということでですね、今日は以上なんですけれども、今後もですね、こういう風に美味しそうなおやつとか健康にいい食品サプリメント、あとはチモシー、ペレットですね、いろいろと紹介します。そろそろ寒くなってきたので、ヒーターとかですね、あとは夏に関しては暑さ対策のグッズもですね、過去も動画を作ってますので、気になる方はですね、ぜひともチャンネル登録してですね、今後もですね、このマルキチ君たちですね、僕との暮らしをですね、見守っていただけたらいいなと思います。はい、それではまた他の動画でも皆さんにお会いできたら嬉しいなと思います。お、言ったね自分から。はい、ではさよなら。